シミトリは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、ブラゴエブグラト州に属する。シミトリの町は、ソフィアとテッサロ2基を結ぶ、幹線道路 E-79 から分岐して、バンスコ、ピリン山脈へと至る、道の分岐点に位置している。特筆すべき地理的特徴として、コマティンスキの崖があり、ブレストボ、スシツァ、 そして、ストルマガアノクレスな渓谷へと至っている。また、サノコスはピリン山脈の麓の丘陵地帯に位置している。シミトリは、幹線道路 E-79 に沿った場所に位置し、ソフィアからギリシャ国境、テッサロニキへと結ばれている。E-79 からバンスコ、そしてピリン山脈地方へ向かう分岐点に位置している。またシミトリは、 ソフィアからギリシャへと結ぶブルガリア鉄道の通過点である。領域の一部はピリン国立公園に含まれている。ピリン国立公園はユネスコの世界遺産にも登録されている国立公園である。シミ取り基礎自治体にはその中心であるシミ取りをはじめ以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。